やってきました、沖縄。めちゃくちゃ暑いです。ダウンコート着てる人なんて僕しかいないじゃないですか。照りつける日差し、青く透き通った海、日ごとに冷え込む北海道から南の島へひとっ飛び。格安航空会社のピーチアビエーションの新千歳那覇直行便は1日1往復、運賃は早期の予約で片道7990円からです。本来ですと飲み物は紙コップに入れて提供してるんですけれども、今は感染対策のため封を閉じたペットボトルと紙バッグで提供しております。新千歳空港を午前中に出発する効率的なスケジュール、およそ4時間で那覇空港に到着します。空港にほど近いリゾートホテルにチェックイン。本来はお一人様あたり1万3500円ご宿泊いただけまして、 GoTo トラベルを利用しますと8775円でご宿泊いただけます。沖縄では夏に比べオフシーズンのこの時期は宿泊料金が安くなっています。それに加え GoTo トラベルで 35% 引き、 15% 相当の地域共通クーポンがもらえ、さらにお得です。この日の那覇の最高気温は 28.4 度、札幌との気温差は12度もありました。この時期のおすすめの場所を聞いてみました。北海道とは違って雪等の、心配もありませんので、快適にドライブが楽しめるので、そこから向かうとすると離島ですかね。例えば有名なところでいうと郡島。車で那覇市から2時間ほどの橋で渡れる島、小売島を目指します。オフシーズンはレンタカーの料金も安いので、これもお得ポイント。海沿い走れるの気持ちいい。小売島へ向かう途中、朝にもかかわらずたくさんの車が集まっている場所が、名護市の道の駅巨田です。沖縄各地の特産品が揃っています。こういう色のみかんって僕ら見ることないんですけど、はい、今のシーズンはもう青切りの状態で収穫して、青いまま食べていきます。2月ぐらいまではまた別のおみかんが10種類ほど出てきますので、冬だからこそ楽しめる魅力がこれ。沖縄では柑橘類の栽培が盛んで、まさにこれからが旬。道民にとっては珍しいみかんの数々を味わうことができます。そこから車を20分ほど進めると現れるのがテーマパーク沖縄フルーツランドです。園内にはおよそ40種類の果物の木が植えられています。社長、はい、なんか鳴ってますよ。はい、これはエスターフルーツというフルーツですね。へー、冬のフルーツですね。星の形をしたスターフルーツ、梨のようなシャキシャキとした食感で甘酸っぱい味がします。こちらもやはり冬が旬の果物です。この他にも道民には見慣れない珍しい果物が揃っています。そしてここに来たらぜひ食べたいのが、重さ 1.5 キロのフルーツアドベンチャーです。6種類のアイスクリームと10種類ほどの季節の果物の盛り合わせ、冬はスターフルーツやタンカンといった果物が入っています。美味しいです。アイスとフルーツが混ざり合って南国の味がする。量が多いのでシェアして食べるのがおすすめです。青い海の海岸線にヤシの木が生えてて、もう小樽や与一の海岸線とは全然違いますね。いよいよ目的地の小売島です。見てください、島に渡る橋ですよ。小売島に続く全長1960メートルの小売大橋、その両側にはエメラルドグリーンの海が広がります。この先の目的地には一体どんな絶景が待っているのでしょうか。小売島へと続く全長1960メートルの小売大橋、その両側にはエメラルドグリーンの海が広がります。夏はこの橋が観光客で大渋滞、
オフシーズンだからこそ快適に絶景ドライブを楽しめるんです。ちょっと水着ギャルが海に入ってますよ。寒くないんですかね。全然寒くないです。寒くないです。寒くないですか。全然まだまだ泳げるんです。全然泳げます。沖縄に来たらやっぱり海に入りたいですよね。冬でも泳げるんでしょうか。ダイビングショップで聞いてみました。12月、1月、2月もウェットスーツ着たりしたら全然問題なく入れます。水着で海に入れるのは10月いっぱいが目安ですが、その後も大丈夫。冬はプランクトンが少なく夏よりも透明度が増し、ダイビングやシュノーケリングが人気なんです。そしてぜひ立ち寄りたい絶景スポットがこちら、小売オーシャンタワーです。今までのどの景色よりも素晴らしい。360度展望できますよ。高さ82メートルの展望台から見る眺めです。島の全容とそれを取り巻く美しい海、先ほど渡ってきた小売大橋の姿も。冬は空気が澄んでいるためひときわ眺めがいいということです。さらにこんな楽しみ方も。ガイドが少ないので、星空が見えるスポットとしても大変有名で、星空ツアーなども、やっていらっしゃる業者さんもすごい多くいらっしゃいますので。冬の澄み切った空に輝く満天の星空ツアー、凍えることなく快適に楽しめることでしょう。北海道に帰りたくないよ。格安航空券で行くお得な沖縄の旅、冬だからこその魅力がいっぱいでした。新型コロナウイルスの感染状況にも気を配りながら、選択肢の一つとして考えてみては。